くつの時に一番稼いでた、うん、金額だけ仕事前いくつの時もいる仕事は伏せるで伏せていいです24、5で月、はい、最高80、はい、うわやめたくない24、5で最高月その80万毎月っていうんじゃなくて、うん、その中でも一番忙しかった月が80万、うん、ほんで、うん、家に入れてる額はもうずっと一律いやでも稼ぎ時はもっと多かったし基本だから稼ぎ少なくても一律やけど稼ぎ少なくても一律なんだ多い時はもっとだからその分もっと入れてるだって今ってさすごい減ったって言ってたやんか、うん、でも入れてるやっぱ80万の時よりは少ないけど普通に50万の時とその中間ぐらい入れてるちょっと50万普通に稼いでた時があるんやある。すごいな。ずっと働いてるもんな。ずっと働いてた。今は全然働いてないよ。だから。昔だって月300時間以上働いてたのに。分かれへん。どうした分かれへん。どうした普通の週後8時間とかの人で、だいたい160時間、170時間のフルで働いて。今の私のアベージが、そうそう。170時間。ぐらいなんよ。でも、なんか310時間とか働いてた。やばいっすよ。1日16時間働いてたの計算で39、3え寝れへんやんえ寝れへんか仕事なんか昼間も夜もずっとやってたからもう休みがないのが嫌やから朝と昼で2日に計算してたんですそしたらどっちかがないだけで休みの気分になるからリフレッシュできるから1週間14日計算してやってたアホやったんやなそうかもしれないその時がその一番稼いでた月やでもなんかあんまり生活変えてなさそうやんな。なんか80稼いだとて80稼いだとき、でも買い物とかもなんか値段そんな気にしてなかったしあとご飯とか友達にやったらおごりたかったしあやっぱ稼いだらそうなるんだそうめっちゃ飲みに行ってた週5働いて週3は飲んでそのうち週2ぐらいタクシーで夜中まで帰ってたあ一緒一番高かったお会計自分で払ったあ飲み屋で飲み屋でマジで言っていい、うん、43どちらさんにおごったんや何人におごったんやおごってなくてあそうそうそうバースデーでシャンパンでみたいなあえホスト事情もお尻なんですか当時は存じてはいや面白いなホストってそんなかかるん普通でも行ったらほんまに安く行ったら1万2万で済むと思うんですよその時は狂ってたんよタックスがかかってくる会計に対して 25% とか 30% とか 40% とかなぜそんなに高いんだ税金よの消費税じゃないやねんけど消費税っていうのはなんか手数料めっちゃ取るわけよだから例えば10万でも12万5千円になるわけよ例えばな少々待ちそれ免税できひんのできないパスポート見せてもあかん42万とかでも実質だから30えちょっと待ってそれってどんな金額でもなんていうホストの税金ホストにかかる税金っていうかそのタクスというやつは一律ないや店にあるなんか例えば歌舞伎町とかやったらもう 100% だから会計単純に2倍のとこもあるし 50% の 1.5 倍のところもあるしなんか南とかはまだ20から30いないぐらいやからそれって書いてくれてんちゃんとタクスって書いて何円と書いてるけどだから店によって何十パーとかそのホームページとかに書いてる皆さん行くときはちゃんとホームページを見るようにだって姉ちゃんの視聴者に行く人がいるのかって行くやろ楽しだって海外行ってさ行く人は行くやろそう日本文化になるやんホストって確かにねでも初回とか500円とか1000円とかやっぱめっちゃ良心的やから全然いいけど楽しいと思う、うん、え初回行ってみたで動画撮ったらいいの初回行ってみたで撮影ちょっとやってみてえ待って渡すから慣れてんねんこの人無理ないかめいちゃん来れへんのかめい行きたくないそっち楽しめる人、うん、え全然行きたいいいよじゃあ次回あのカメラあの絶対回してきてやちゃんとこれなほんであのちょっと YouTube って言うてなあの名刺渡すからあじゃあめいが電話するわなそこはうんあだからうちが行ってる店に行ったら話しかけて
なんか言うといてや。そうそうそう。友達おったら。行ったことないねんね。そうな。メグがないのは知ってるよ。あの、沼にはまらんように。な。私はハマりやすいから、だから。あの、ハメンとってな。もちろん。うん。変な話、なんて言うんだから、一時、ハイドさんに使ってたよね。ホストね。それで現実と、あれも違う。でもどっちもさ、だからさっき言ったほら、男の人散歩してくれる人って言ったらホストやん。お金払ってるから、うん、もう、扱いがちゃんとしすぎて、普通の男の子とデートしても、あんまり楽しくないからいいのさ。っていうのもある。よろしくお願いします。社会見学。じゃあ、みなめがいいんだけど、しそ、そんな目は思んない。あ、そうなの。え、楽しみ、その動画。行ってきて。Do-d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 o